はい、えー、こんにちはレトスの斧です6月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます努力は報われるよくこのように言いますが正確に言えば正しく行った努力は報われるです間違った方向を向いて努力を重ねても目的地にはつきません 正しい方向に向かって努力することで目的地に着きます。宅検試験でいう正しい方向とは理解学習のことです。これが間違っていれば、どれだけ努力をしても合格という目的地にはたどり着かないので注意をしましょう。それでは本日の3問に入ります。集会は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、集会の手続きを経ないで開くことができる。 丸かかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えはこれ誤りですね4分の3以上の多数の同意ではなくて全員の同意が必要です集会の招集手続きを省略するには区分所有者全員の同意が必要になってきます従って誤り罰となります そもそも集会ってどんなものか知っていますでしょうかマンションの所有者であれば知っていると思うんですけどもマンションの所有者じゃないと知らない方もいると思いますので簡単に説明します集会っていうのは分譲マンションで建物及び敷地の管理に関する事柄を決定するために少なくとも年に1回以上開催される集まりのことなんですね つまりマンションについて何かを決めるために所有者が集まるのが集会だということです。それでは問い2です。宅建業者はその事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない、○か×かという問題です。答えは、これ○ですね。 従業者名簿はまず事務所ごとに備え付けますつまり本店にも従業者名簿を置きますしまた支店にも従業者名簿を置きますそして最終の記載日から10年間保存しなければなりませんでさらに取引関係者から請求があった場合は閲覧させなければなりませんのでこの点も合わせて覚えておきましょうでは問い3です A が市街区域において B の所有する面積3000平米の土地を一定の計画に基づき1500平米ずつ順次購入した場合 A は事後届けで行う必要はない○〇か×かという問題です答えは事後届けで必要なのでこれ×ですね事後届けでの場合権利取得者つまり飼い主が取得した土地の面積で判断します で今回の問題で言うと、1500平米、1500平米の合計3000平米を一段の土地とみなされるため、A は市街化区域内の土地を3000平米取得していることになるんですね。したがって、市街化区域内の2000平米以上の土地を取得する場合は届け出が必要なので、今回飼い主 A は届け出が必要ということになります。まあ、これは基本問題なので絶対解けるようにしておきましょう。 そして最後に弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しておりますこれまで勉強してきたけども実力がつかないどうやって勉強したらいいのかがわからない試験日までの計画が立てられないわからない部分について質問がしたい忙しくて時間がないけど今年絶対合格したいもしそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座であれば今お話した5つの課題すべて解決することができます 無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで是非ご確認くださいあなたの受講をお待ちしております